こんにちは。今回は広島平和の旅の様子についてお伝えします。市内の中学2年生が広島の平和記念公園で行われた平和記念式典に参列し、千羽鶴を捧げてきた様子についてお伝えします。茅野市は昭和59年に比較平和都市を宣言、平成5年から比較平和事業の取り組みの一環として市内各中学校の協力のもと、さまざまな比較平和事業を実施してきました。原爆投下から79年経った今年も、市内各中学校で原爆パネル展を開催し、授業で比較平和について学びました。比較平和学習を通じて感じた戦争や原爆、平和についての思いを市内の中学2年生が作文にしました。その中から8名の生徒が8月5日から7日までの3日間、広島平和の旅として広島に派遣されました。8月6日当日は世界中から多くの人が集まる平和記念式典に参列し、原爆が投下された8時15分に黙祷を捧げました。その後、被爆者の方から体験談を聞く会に参加しました。今も原爆の後遺症に苦しみながら生活されている方が大勢いることなどをお聞きし、改めて原爆が奪ったものの大きさや核兵器の恐ろしさを実感しました。そして夕方には灯籠流しに参加しました。さまざまな思いを乗せた灯籠が川を彩り流れていきました。8月7日は市民の皆さんと市内の各中学校の生徒たちが折った千羽鶴を原爆のこの像に捧げ、平和記念資料館を見学しました。一番印象に残ったのは被爆者証言の活動です。実際に被爆した方からお話を聞くのは初めてだったので緊張しました。ですが、私が社会の授業で習ったような部分とは全く違うところもありました。原爆から月日が経つにつれ被爆者が減っていく一方、今回のようなそのことについて知る機会が少なくなってしまいます。なので次は私たちが伝える側になります。次世代へバトンをつなぐためには、まず帰って家族に今日知ったことなどを話すところから始めたいです。この3日間で広島の原爆平和について考えるとともに、世界遺産である厳島神社や綺麗な海を見てきて、原爆が投下されたとは想像できないような素敵な街だと感じました。平和式典での子ども代表の挨拶では、真剣な表情で強く強く平和の尊さについて話している姿や内容が印象的で、心が熱くなり、この先も平和をずっとずっと守り続けていかなければいけない、多くの人に伝えていかなければいけないと改めて感じました。私は今回の広島の旅に来るまでは今の生活にありがたさはあまり感じていませんでした。だけど式典への参加や証言者の集いお話を聞いたことで今の生活のありがたさを実感しました。2日目では平和記念式典に訪れました。暑い中でしたが、多くの方々の挨拶をよく聞くことができました。その中でも私が一番印象に残っているのは小学6年生の子ども代表の挨拶でした。その挨拶の最後の方で言っていたんですけど、平和は願うだけでは訪れない、平和は願うことは大切だけれど、平和は
私たちが作り上げていくものだと。そのためには一人一人が相手の話をよく聞くことや、違いを良さと捉えることなどと、一人一人が協力し作り上げていけば平和になっていくと言っていました。その言葉を聞いて、私は平和を願うことは確かに大切なことだけれど、平和は願うことでは本当の平和になっていかないので、私も少しでも平和に近づけるように、小さな身近でできる小さなことをやって、みんなが協力していけばきっと平和になると私は思っています。私はこの旅で人々の心のつながりの強さを感じました。広島に原爆が投下され、今までの幸せな日常が吹き飛んでしまってから、放射能を浴びて後に引きずる大変な病気になってしまった方や、大やけどを負って治しようのないほどの怪我をした方がたくさんいたことは、原爆ドームを見た時一層身に染めて実感しました。でも体内被爆者である方にお話を聞くと、原爆で病気になって入院するお兄さんと一緒に、当時未熟児だったその方が入院すると、苦しむ声や辛い言葉に包まれていた病院に小さな赤ちゃんがいることが希望の星のようになっていたと語ってくださりました。小さな心の和みがいろんなところで生まれて次第に大きくなり、原爆後の広島が立ち直るきっかけになったのではないかと思います。原爆の力は恐ろしく大きく、命も思い出も奪い、繰り返してはならない悲しみを生み出しました。でも人間は決して弱くはなく、広島をまた美しく明るい街にする力を持っています。私も広島の方々のように強くて柔らかい心で生きていきたいと思います。特に式典では、当時の広島に落とされた原爆により合計約34万人が亡くなっていることが明らかになり、とても驚きました。とても苦しい生活を当時の広島の人々はしてきたと思います。家族や友人を失う中、それとも生きるのを諦めなかった当時の広島の人々は、そのおかげで今の広島があると私は思いました。この3日間を通して平和の大切さ、命の尊さを改めて知ることができました。この3日間で学んだことを一の市に持ち帰って、少しでも広島で感じたことを友人や家族にも感じられたら嬉しいです。私は広島に来て復興力の高さに驚きました。79年前に原爆が落ちたのに、自分の住んでいる茅野市よりも町が栄えていたのが印象的でした。また原爆ドームや資料館は実際に見るとものすごく迫力があり、とても生々しかったです。この貴重な経験を無駄にせず、日々のありがたさや命の尊さについて考え、いつも通りの日常に感謝し続けたいと思いを強くしました。僕は広島平和の旅で平和の大切さについて学ぶことができました。特に考えたのは 8.6 証言の集いと平和記念資料館です。 8.6 証言の集いは93歳の方のお話を聞きました。その方は2キロ以上離れて被爆したにもかかわらず、後遺症としていろいろなものが残ってしまいました。その方のお話を聞いて原爆の危険性をよく伝えていきたいと思いました。